中国ケンタッキー州、ルイビル出身のプロマジシャン。5歳の時、クリスマスパーティーに来ていたマジシャンが、ランスバートンの花や耳からコインを取り出すマジックを見せてくれ、これに感動。その後両親からマジックセットをプレゼントしてもらったりしているうちに、ますますマジックの魅力に取り憑かれていった。高校生の頃には、ローカルなマジックコンテストで、いくつかの賞を獲得。その後、 1982年にスイスのローザンヌで開かれたマジックのオリンピックとも言えるフィズム国際大会でグランプリを受賞。ランスはアメリカ人としては初めての受賞者であり、史上最年少受賞者でもあった。これにより彼は一躍世界的に有名になる。フィズムでの功績が認められ、ラスベガスのトロピカーナに8週間の契約で入る。しかし、 結局9年間も出演することになった。その後、橋ンダに移り、自ら脚本、演出、プロデュースをしたショーを作る。これが大好評で、橋ンダでの観客動員数の記録を更新。そして、ホテルモンテカルロがオープンするとき、オーナーから見込まれ、ホテルの中に、ランス自身の設計による、専用劇場、ランスバートンシアターを作り、13年間という破格の、 長期契約を結んだ。1986年と1992年にマジシャン・オブ・ザ・イヤーを獲得している。また1986年には、テレビドラマ、ナイト・ライダーシーズン4第14話死の魔術、アリバイに隠された謎に、マジシャンで事件の犯人でもある、オースティン・テンプルトン役で、ゲスト出演し、数々のマジックを披露している。2000年5月に、 日本公演を行った。2009年7月にはさらにホテルモンテカルロと2015年まで6年間の契約を結んだが5年の契約期間を残し2010年9月4日をもって同公演は終了した。ありがとうございます。